牛尾、見つかったか。あれがあなたの？はい、牛尾です。ずっと探してたのか。うん。そっか。牛尾、あのロボットな、見つからないかもしれない。仕方ないんだ。だからまた新しいの買おうな。あれ、一つだけだから。お、売店にたくさん売ってたろう。選んでくれて買ってくれたものだから。え、初めてパパが。牛尾、寂しかったか。うん。俺なんかと旅行できて楽しかったか。うん。うん。そっか。牛尾、俺そばにいていいかな。ずっと長いことダメなパパだったけどさ、これからは牛尾のために頑張るから。だからそばにいてもいいかな。うん。本当か。いてほしい。そっか。でも今日は大切なものなくしたから悲しい。うん。パパ。あのね、うん、もうね、我慢しなくていい。早苗さんが言ってた。泣いていいのはおトイレかパパの胸の中だって。ママの話聞きたいか。うん。よし、じゃあこっち来い。そうだな、ママはないつだって泣いてるようなやつだった。最初会った時もさ、自信がなくて弱くて学校の坂の下で突っ立ってたな。でな、その坂の下でなんて言ったと思う？目つぶってアンパンだって。それがママの癖だったんだ。食べたいものを声に出して、それで勇気を奮い立たせる。早苗さんはその頃仕事がすごく忙しくて、弁当を作ってやる時間がなかったらしい。無理すればなんとかなったかもしれないけど、ママの方が遠慮したそうだ。そういう人だったんだよ、ママは。それで、それでな、ママは、悪かったな。
ちょっとママのこと思い出したんだ。よし、じゃあ話の続きだ。ママはな、その頃演劇をやりたがってたんだ。渚、演劇っていうのは見つけたよ。やっと見つけたんだ、俺にしか守れないもの、俺にしか守れないかけがえのないもの。それはここにあった。